皆さんこんにちは。バックカントリー穂高の太田です。今日のテーマは水です。皆さんは山に登るときに、どのぐらいの水分を、補給しているでしょうか。これはですね、夏場とか冬場とか、登る山の山域ですね、まあ、こう標高の高さとか行動時間などによって、いろいろこう変わるとは思いますが、一応ですね、成人男性で1日に必要な水分、それが、大体 2.5 リッターと言われています。これもまた個人差があるので一概には言えないんですけども、だいたい 2.5 リッターぐらいを目安にしていただいて、ただ登山では、天候、まあ蒸し暑かったりとか汗を大量にこうかくような時はもう少し水分をプラスアルファで必要とします。できれば3リッター以上を目安に登っていただければ良いと思います。それでですね、水分の補給の仕方なんですが、普通にですね、登山をしてて歩いていると、まあだいたい1時間ぐらいに1回休憩をして、その時にこう水分補給をするというパターンが多いと思うんですけども、だいたい1時間、その歩いた1時間、特に歩き始めはやっぱりこう体がまだ運動に慣れてないんで、大量にこう汗をかく場合があります。また平地暑いと、その気温とか、その、湿度の状況によってまた汗の量も変わってくるんですが、まあ歩き始めがだいたいこう汗をかくので、この歩き始めのまあ2、3時間ですね、この間の水分補給がすごい大切なんですけども、普通にですね、1時間ぐらい歩いて水分を飲むと。で、休憩の時に、飲めばですね、まあ、ペットボトル500、1本軽くまあ飲めるんですけど、その1本例えば飲んだとしても、体内に吸収される量というのは限られてきます。で、余った分は排水に回されると。で、必要な水分量を、それ以前に、それ以上に、こう、体内にこう吸収される以上に汗をかいていれば、少し足りない状態。で、またそこから1時間歩いて、で、また次に、休憩でまた水分を補給するけども、それまでの間にそれ以上にこう、水分をこう体から抜けていっていればまた足りない状態 でだんだんとですね、喉が渇いてくるという状況に陥っていきます。その喉の渇き始めがですね、脱水症状の始まりと言われていて、脱水症状が一旦こう始まって喉が渇くと、なかなかこう水分を補給しても喉渇きは止まりにくいし、それまでのこう足りない分の水分の足りない分っていうのが、を引いてだんだんとですね、こう体の体調を崩したりとかですね、足が痙攣したりとか、そういう不具合が出てきたりとかもします。で、登山ではですね、なるべくまめにですね、特に歩き始めの 2、3 時間は、ちょこちょこ水分補給をしたいと思うんですけども、なかなかリュックの中に水筒が入っていて、取り出すのにいちいちこうリュックを下ろしていたんでは、水分補給というのはなかなかできません。そこでですね、ここも数年、皆さんもご存知だと思うんですけども、こういったハイドレーションシステムというのがあります。このハイドレーションは、リュックの中にこの水筒部分を入れて、でホースをですね、リュックから取り出して、このショルダーのあたりにホースのこの飲み口が、をセットすることで、歩きながらでも水分補給ができます。で、特にですね、このハイドレーションを使う場合は、歩き始めからだいたい10分とかに1回ぐらい口に含めるだけ水分を含んで、それをゆっくりとこう喉に流していくというような歩き方をしていくと、まあ汗もかくんですけども、常にこう体内ですね、吸収されていって、水分がですね、満たされた状態で、その汗をかく時間帯ですね、まあずっと一日中汗かく場合もあるんですけど、だんだんとこう標高が高くなってくると、環境も良くなってくるので汗をかきにくくなります。で、その最初のですね、3時間ぐらいの水分補給というのはすごい大事なんですが、それもこうこまめにこのハイドレーションシステムを使うことで歩きながらの水分補給ができます。それでいて、まあ水分の量なんですけども、これは2リッターのボトルです。これ3リッターとか 1.5 リッターとかいろいろあるんですが、だいたいですね、歩いてるときはまあ2リッターから3リッターぐらいの水分を、お持ちいただいて飲んでいると、だんだんこう体が満たされてくるんで喉が渇かないんで、大量にこう水分を体が欲しがらない状況がで歩けるということなので、まあ、最終的にはですね、それほどこう水分で、特に排水に回される分が、なくなるんで、女性はトイレ対策というか、トイレが近くならないという、まあ、山でながらトイレというのが女性の場合は行きにくいんですが、まあトイレ対策にもなるので女性の方にも特におすすめなんですが、まあ、男性の方も、水分を満たされた状態で歩けるので、登山でのこう疲労感というのが、まあ、最小限に抑えられるということで、一応ですね、このハイドレーションシステムはおすすめです。で、これでですね、まあ満たされた状態で歩けるので、まあ、体調を崩したりとか、そういうこう水分不足による、体調を崩したりとか、まあ高山病にかかったりとか、まあそういうのも防げるので、
まあ、体調管理にも役に立つと思いますので、ぜひ使っていただきたいと思います。